もう俺この話大好きすぎて何回も言ってるけど、うん、あのこうなんかこれかなと思ったら、うん、これだった系の話、はいはいはい、いいね、あるやん、はいはい、いや違う、これもおやさん絶対知ってると思う、まあ、うん、まあいいや、まあ、あのこれかなと思ったらこれだった系の話で、うん、あーと思って、うん、あ500円落ちてるわって道端で、うん、と思ったら顔面やったとか、あーあるね、そう、ほんでこう家からこうスマホ持ってきたのパーってやったらあのエアコンのリモコンやったみたいな、これのマックス、え何、え知らん、え、いや聞けば分かると思う、これのマックス、うん、これは、大野木くんっていう、うん、同期の子の、はいはいはい、そのこれかと思ったらこれやったっていう話なんですけど、その車乗ってて、はい、で、大野木くんは後部座席、はい、ほんでまあまあこうバーって走ってる時にこう、うん、窓の外バーって見てて、はいはい、そしたらそのおよさんのさっきのじゃないけど、うん、こう火の玉みたいなのがブワーってなってる、うわうわうわと思って、火の玉やと思って目こすってもう一回見たらミニストップやったりして